ウォルサムはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南東部に位置する都市であるボストン中心街から北西21マイルにある2010年の国勢調査では人口6636人だったウォルサムは労働運動初期の中心となりアメリカの産業革命に大いに貢献したボストンマニファクチャリングカンパニーの発祥地であり十九世紀の 工業都市計画のプロトタイプであり、労働と生産に関するウォルサム・ローウェル体系と呼ばれるものを生み出した。現在は研究と高等教育の中心でもあり、市内にはブランダイス大学やベントレー大学がある。ウォルサムには時計産業との関わりが強かったので、通常時計の都市と呼ばれている。1854年、ウォルサム・ウォッチ・カンパニーが市内に工場を開設し、 組み立てラインで時計を作った最初の会社になった。1876年にフィラデルフィアで開催された独立100周年博覧会で金メダルを獲得した。この会社は3500万個以上の腕時計、柱時計、器具を生産したが1957年に廃業した。氏名は第一音節にアクセントがあり、第二音節は完全母音で発音され、 w l c タメートルーオールタムとなるが、ウォルサムの時計は第二音節がジャッカボインとなり、w l c タ m と発音される。ウォルサムはイギリス風に発音されるのが普通だが、ノバスコシア州から工場労働者が移ってきた時に発音が変わった。地元での発音はイギリス風に発音できない、フランス語話者を入れられるような発音となった。 ボストンマニファクチャリングカンパニーウォルサムは1634年にウォータータウンの一部として入植され1738年に別の町として公式に法人化された19世紀初期フランシスカ・ボット・ローエルとその友人仲間がウォルサムでボストンマニファクチャリングカンパニーを設立したこれは国内初の統合化された繊維工場だった市内には 元のマサチューセッツ州知事クリストファー・コアが1806年に建設した邸宅であるゴアプレイス建築家ヘンリー・ホブソン・リチャードソンと造園家フレデリック・ローオルムステッドが事前事業家ロバート・トリート・ペイン・ジュニアのために設計したロバート・トリート・ペイン・エステート1793年にボストンの商人セオドア・ライマンが建設した広さ400エーカーのライマンエステートなど 多くの大型邸宅、荘園がある。1857年、アメリカンウォッチカンパニーが、ウォルサムモデル1857という腕時計を作った。19世紀後半から20世紀初期、ウォルサムには、新中時代自動車のメーカーであるメッツがあり、国内で初のオートバイが生産された。市内には、ウォルター・ E ・ファーナルド修立学校がある。 この学校は発達障害者のために公的資金で建てられた学校として西半球では最古のものである。この施設の物語や議論のあった歴史は地元で時としては全国のメディアで取り上げられてきた。ウォルサムは北緯42度22分50秒整形71度14分6秒北緯42.38056度整形71.23500度 42.38056-71.23500に位置している。ボストン中心街の北西約11マイル。ボストンのブライトン地区からなら、北西に約3マイルである。チャールズ川に沿って伸びており、いくつかのダムがある。これらのダムは工業化の初期に、繊維工場などに動力を提供していた。チャールズ川アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は13.6平方マイルであり、このうち陸地12.7平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は6.69%である。ウォルサム市には、下記のような地区あるいはビレッジがある。ウォルサムの西は、ウェストン町とリンカーン町、南は、ニュートン市、東は、ベルモント町とウォータータウン市、北は、レキシントン町と接している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年時点で住民の24%はアメリカ合衆国外で生まれていた。グアテマラやインドの出身者が多い。ボルサム市の政府は市長、市政委員会方式を採用している。2014年時点で市長はジャネット・エマッカーシーである。市政委員会は15人の委員で構成され、任期は2年間。 無党派選挙で選出される。2014年の議長は、ロバート・ j ワはディックである。ウォルサム氏は、アメリカ合衆国会議員マサチューセッツ州来後、選挙区に属し、2014年時点では、民主党のキャサリン・クラークを送り出している。市内は1日24時間な7日、年365日、ウォルサム氏消防署の常勤消防士153人によって、守られている。 1816年に設立され、現在は、消火、防火、訓練の三部門に編成されている。駐屯所は、市内に六箇所あり、消防車六台、はしご車二台他を動かしている。年間八千件以上の呼び出しに対応している。ムーリー通りの消防駐屯所、ウォルサム公共教育学区には、小学校六校、中学校二校、高校一校がある。 ボルサムを本拠にする会社の中には、防衛産業のレーセオン、ブローカーディーラーのコモンウェルスファイナンシャルネットワーク、技術系の会社スチュデントユニバース、研究開発組織の教育開発センター、インク、マーケティング会社のコンスタントコンタクトがある。小売業は、メインストリート、ムーディ通り、レキシントン通り、リバー通り、修道6 0号線沿いの一部、 第一アベニュー地域に集中している。メインストリートの新しいショッピング施設が完成した。元ポラロイド社があった場所で、新しい開発が行われている。市の2011年包括的財務報告書によれば、市内の主要雇用主は次の通りである。ボルサム市の近くに、週刊高速道路95号線が走り、修道128号線でもある。 週刊高速道路90号線はマサチューセッツターンパイクとも呼ばれ南のニュートン市を通っている。ケンブリッジ・ボストン・クイーン市大都市圏に近いこともあって多くの州道が数マイル以内にある。マサチューセッツ湾交通局の通勤線はフィッチバーグ・ボストン線に停車駅が2つある。市役所の向かい側のセントラルスクエア、ウォルサム駅とブランダイス大学に近い駅である。 マサチューセッツ湾交通局の多くのバス路線も市内を走っている。市内をチャールズ川が流れており、その南岸の大半と北岸のプロスペクト通りからムーディ通りは自転車道と歩道が整備されている。ケンブリッジやボストンではこの道を利用する通勤者もいる。市内では週刊誌のウォルサムニューズトリビューンが毎週金曜日に発行されている。 ワキャック TV が地元の番組をテレビ放送している。ボストングローブ紙の西部版でウォルサムが扱われることがある。サウス通りには FM ラジオ局がある。メインストリートにあったウォルサムスーパーマーケットは1936年に創設され、大型の食料品店だったが1990年代に閉店された。その後も建物は別のスーパーマーケットが、 次々と営業を続け、現在は花ほどであるウォルサムの人口、公園、公共交通機関、店舗、トレールの組み合わせにより、walkscore.com による歩行神話制のランキングでは、対象100市中62位になっている。中心街のムーディ通りは、様々な店舗、レストラン、バー、さらに、エンバシーシネマなどが組み合わされ、 独自の娯楽性を提供している。ムーディ通りのナイトライフ、通勤の便利さ、安い家賃が若い専門職を引きつけており、近年その人口が増加している。レストランの数、多様さ、質のゆえに、レストラン街とも呼ばれている。ウォルサム図書館、ウォルサム芸術委員会が25年以上、ウォルサム顧問のコンサートを講演しており、夏の毎週に、 無料で異なる音楽を演奏している。スティーブン・キルゴアが創設し組織していたが、キルゴアは2004年に亡くなった。ウォルサムの文化生活は2つの大学と多くの芸術組織があることで豊かになっている。市の歴史は多くの博物館、記念碑、古文書館によって祝されてもいる。チャールズ川産業博物館、ウォルサム時計工場歴史地区、ゴアエステート、ライマンエステート、 ロバート・トリート・ペイン・エステートがアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される市内109カ所の中でもよく知られているものである。これらの場所で毎年多くの祭りが開かれており、例えばコア・エステートでは羊の毛刈り祭りがある。アメリカ国立公文書記録管理局の北東地域支局が市内にある。ボルサム公共図書館には市の歴史に関する広範な文書がある。 ボルサム博物館は、市の歴史のみに使われている。ボルサムミルズアーティスト協会が、ボストンマニュファクチャリングカンパニーの元工場の一つに、ある。そのオープンスタジオが、毎年11月第1週末に開催されている。協会に属する76人のアーティストがその家や、スタジオを大衆に開放している。あらゆる創造可能な材料の作品が、誇示され、展示され、議論されている。 ウォルサムフィルハーモニックオーケストラは、メトロウェスト地域の市民交響楽団であり、1985年に地元の音楽家デイビッド・ジェイ・ティアニーとハロルド・ W ・マックス・ウェイン・ジュニアの指導で始められた。60人のプロ、セミプロ、アマチュアの音楽家が活動し、地域社会に最高品質のクラシック演奏会に参加し演奏する機会を与えるのが、その使命である。音楽家は、 ウォルサムやボストン及び周辺の街の出身である。年齢や職業も幅広いものがある。季節ごとに5回、ないし6回のコンサートがあり、若い音楽家に公共楽団とソロの共演を行う機会を提供する青年コンチェルト協議会の勝者が出演するものもある。顧モンでサマーコンサートや12月のホリデーポップスなども開催されている。 市内には、ウォルサムシンフォニーオーケストラもある。高いレベルのセミプロ市民オーケストラである。ケネリ中学校公会堂で、季節ごとに5回のコンサートを行っている。音楽監督は、フランス生まれの指揮者、パトリック・ボッティである。市内に残る開放空間は、ウォルサム土地新宅が保護している。祭りの多様さでも、民族的多様性を表している。 毎年のラテノスインアクションフェスティバルは、プエルトリコ、メキシコ、ペルー、グアテマラ系の住民を祝っている。ラテン系住民が選挙権登録を行うのを手伝い、法を理解し奨学金を得られるようにする、地元非営利団体であるラティノスインアクションが行っている。この祭りでは、パレード、音楽、食事、美人コンテストがある。近年は、 ウガンダ出身の住民が推計で1500人にもなり、ウガンダ文化の中心になったので、リートルカンパラと呼ばれることもある。ウガンダ北アメリカ教会が、ウォルサムに本部を置き、ウガンダボストンのセントピーターズ教会や、ウガンダの食事どころであるカリブもある。ウガンダからの移民である、ビルバンホースカテレガが、ウォルサムカレッジウガンダを設立し、エイズによって、 孤児となった300人以上の寄宿学校になっている。この学校はカテレガの新しい故郷にちなんで名付けられた。ディーナ・カスター。ありがとうございます。